さて、世界の目がロシアとウクライナに向けられている。隙を狙って言いましょうか、陰でいろいろと動いているのがお隣の軍事大国中国です。今回は尖閣諸島について取り上げたいと思います。日本とは様々な因縁のある尖閣諸島ですが、今回はここに日本が建造物を作るのかという話題について見ていきたいと思います。尖閣諸島に日本が建物を作ると言い出したのは自民党の高市早苗議員でした。今やタカ派として名高い高市早苗ですが、今から30年ほど前の平成初期、いわゆるバブル時代には若い女性論客、歯に衣着せぬ自立した女の一人として同世代の女性からの支持も多かった人物と記憶しています。男女雇用均等法が施行されたことで、性別に関わらず平等と思われるに働けるようになった時代が来たということで、単なるコピー取り要員、お着身要員と見られていた OL の中にも総合職という管理職を目指せる職位ができたのです。女性の新しい時代が到来したと、当時の女性たちはキラキラとした瞳で働いていたはずです。こういった時代に高市早苗は知性派コメンテーターとしてたくさんのテレビに出演し、キャリア女性の代表と見られていました。ちなみに当時の皇太子だった金城天皇のお妃候補として必ず名前が挙がった小和田雅子さんも外務省職員として世界中を飛び回っていました。当然この方も女性たちの憧れの敵になっていたようで、皇太子妃と決定した時にはせっかくのキャリアがもったいないという声が上がっていました。さて、高市議員は松下政経塾に入って松下幸之助の精神を叩き込まれたと思われます。その後政治家を目指し無所属で立候補したものの落選に懲りたのか自民党入りして当選しました。松下政経塾出身者には政治家が多く、彼女の他にも同じ自民党の小野寺御殿、河合克行がいます。また野田佳彦、原口和弘、前原誠二などの野党や無所属議員も松下幸之助氏の精神に学んできたようです。松下幸之助氏といったら水道理論で全ての人々が電気を使えるようにと様々な発明をしたことでも有名ですよね。いわば大多数の国民側に立った人だったのに、その教えを受けた人が与党に入ったということを怒った人も多かったようです。政治家になる目的のためショートカットで自民党入りした高市早苗の講演が行われたのが2022年3月9日でした。尖閣諸島は言うまでもなく日本の領土ですが、そう思っていないのが中国です。勝手に領有権を主張し、公船を日本領海や接続水域へ侵入させていることは嫌というほど報じられています。その中国に対してこの島々は日本の領土であること、施政権が日本にあることを示すために対抗すべきと主張したのでした。そして尖閣諸島が日本領とはっきりさせるためには何らかの工作物を設置する必要があるとも発言したそうです。南西に位置する尖閣諸島と対比させるため彼女が持ち出したのは北、つまり北方領土でした。1945年昭和20年太平洋戦争終戦時に当時のソ連が日本のポツダム宣言中立後、つまり終戦後に侵攻して占領したため奪われた形になった北方領土です。そういえば1945年8月9日、つまり終戦前ですが、
日本との中立条約を一方的に破棄して、当時の満州へ侵攻したのも、当時のソビエトでした。その知らせを聞いた関東軍のお偉方は、家族と財産を手にいち早く脱出しましたが、何も知らされていてなかった一般庶民は、悲惨な逃亡を余儀なくされ、多くの新たな犠牲者を生んだこと、中国残留孤児が生み出されたことも、絶対に忘れてはならない、史実ではないでしょうか。こういった歴史があるため、日本は、日ソ漁業交渉などと、セットで、北方領土問題を、交渉のテーブルに乗せ、話し合ってきました。解決後に、平和条約の締結という段取りは、多くの時代を経て、ソ連崩壊後も、ずっと継続中だったのです。北方領土については、旧島民のビザなし渡航が可能になり、旧島民との交流も盛んになったことで、ついに返還に向けた雪解けか?と、日本国内の期待が高まった時期もあったのですが、ここ数年は新型コロナのせいで、交流も行えませんでした。そして、ロシアのウクライナ侵攻によって、ますます交流事業は先細りしつつあります。北方領土返還交渉を振り返ってみると、一番忘れがたい出来事は、1973年、昭和48年、だったと思います。当時の田中角栄首相が、モスクワに乗り込み、文字通りの命がけで、ブレジネフ書記長との会談文書に、北方領土の4文字を盛り込んだのです。ソ連は、日ソ間に、領土問題は存在しないと、ずっと突っぱねてきましたから、これは、ソ連に対して、大きな一歩を踏み出したことになったのです。それ以降、歴代の首相は、ロシアに代わってからも、北方領土問題を取り上げてきました。ところが、北方領土問題を、ロシアとの文書から削除したのは、プーチン大統領と親しいと自慢していた安倍元首相でした。個人の付き合いと国家の付き合いを一緒くたにしたのかと思ったものです。高市早苗は、安倍元首相とも距離が近く、後継者と自認しているようにも見受けられましたが、この点について、どういった説明を受けたのでしょう。国防とお題目を唱える人間が、この問題をスルーしたとは考えられませんが、尖閣諸島への中国の行動に腹を立てた当時の石原慎太郎の発案で、尖閣諸島国有化という話が飛び出しました。全国から賛同する寄付金が集まり、尖閣諸島は2012年、平成24年に日本が国有化したことになりました。とはいえ、中国は手を引こうとはしません。肝心の島に日本人はいませんし、日本のものは何もないからという理由もあるようですね。だからこそ、自民党の中には、ヘリポートや灯台などを建設し、施政権を主張すべきという意見があるのです。高市議員の発言は、その意見を支持しているのでしょう。高市議員は、非核三原則にも触れ、有事の想定を、日本とアメリカとの間で共有しておく、必要があるとも指摘しました。とはいえ、現在の自衛隊と、アメリカ軍間のニュークリアシェアリング、核兵器共有、アメリカ軍の兵器を共有化することは、自衛隊法では想定されていません。つまり、現状のままでは難しいという認識で、自衛隊法改正など法整備が必要であるという意見でした。簡単に言えば、アメリカの兵器を自衛隊が使えるように、自衛隊法を改正すべきということでしょう。こういった発言に対するネット上の反応は、賛同の声が多かったとか。平成初期のバブル期、日本は、政治は三流、
経済は一流と言われていましたが、ここ最近は経済も国民生活も先進諸国の中でも最下位に落ち込んでいます。責任の所在は明らかですが、目をそらすために強い日本復活を唱える人間も多いのではないかと感じています。日本が頼るアメリカで、菅、尖閣諸島の領有権について判断する立場にはないため、領有権の対立は関係当事者間での平和的解決を期待するという中立的な立場を公にしているのです。その一方で、尖閣諸島は1972年、昭和47年の沖縄返還以来、日本の施政下にあるから、日米安保条約第5条の適用対象になるという見解も示しています。要するに、アメリカはどちらにもいい顔をして現地を取られないようにしている。つまりダブルスタンダードと思われるのですが、別の言い方をすれば、したたかで老練な政治手法ということではないでしょうか。正直な感想ですが、日本のように馬鹿正直で、唯一の道しか選択肢を狭めていては、現在のように複雑に絡み合った国際社会では、立場が悪くなる一方ではないかと思うのです。ロシアのウクライナ侵攻を見て、日本も核を持つべきだ。核を持たない国は、核保有の専制主義国家に対抗する手段がないという意見が多くなってきたようです。現在のアメリカは、一昔前の絶対的兄弟国ではなく、同盟国どころか、自国を守るだけで精一杯ではないかと感じられます。こんな状態では、万が一中国が、尖閣諸島を奪ったとしても、動いてくれない可能性があることも日本は想定しておく必要があるでしょう。仮に、アメリカとのニュークリアシェアリングが実現しても、アメリカが有事の際に日本を助けてくれるかどうか、疑問は残るのです。この危惧は、現大統領のバイデン氏に限らず、アメリカ第一主義だったトランプ氏だろうが、ロニアスと中曽根総理と呼び合ったレーガン大統領だったとしても変わりはないでしょう。自国、自国民を守るのが政治家の第一義ですから、同盟国を守るために自国民の血を流すことを了承するとは思えません。日本は思いやりという名前で巨額予算を在日アメリカ軍に注ぎ込む一方、在日アメリカ軍の凶悪犯罪を見逃さざるを得ない立場です。この日本をアメリカは見捨てるだろうと判断せざるを得ないのです。だからこそ、敗戦後にアメリカに押し付けられた憲法を改正、改悪して核武装すべきというのが高市早苗の意見でしょう。賛成意見も多いようです。私見ですが、そんなにアメリカだけに頼っていて良いものかと感じます。世界の多くの国と全方位外交を行い、セーフティネットは、なるべく多く作っておく、必要もあるのではないかと思うのですが、皆さんはいかがでしょうか？